い、どうぞ。うん、あれ参考にすごいね、これね。大将。あれ、うん、トマト。忙しい。楽しみということなので、静かに私待ってます。その間に飲み物、何でもいけるので、飲み物を注文したり、発見したので、面白く飲んでみたいと思います。マスター、手空いてからでいいので、酎ハイの紅茶。はい、紅茶、はい、はい、お願いします。酎ハイの紅茶って飲んだことないから、飲んでみたいと思います。私、紅茶大好きなので、コーヒーは飲んでます。来ました。紅茶チューハイ、うんうん、大きいんですよ、この大きいグラス。これセンベロセットの中のチューハイです。さあ、初大好きな紅茶がチューハイになった。おいしい。チューハイじゃん、こんなに普通の紅茶や。もっとなんかチューハイ、チューハイ、チューハイしてくるんだけど、炭酸と紅茶とお酒が入ってて、めっちゃくちゃ美味しい、飲みやすい、甘みもあるし。こんな飲み物あったんや。これは危険や。ぐいぐい飲んでしまう。これみんなご存知のこの大きいグラスに入ってる。お茶漬けはもうこれ絶対美味しい。見たことない。あの芝居屋さんで初めて、いろんなとこ行ってるけど、初めて飲みました、この茶中。もうやってきたけど、これ見て、おお、何これ、なんかゴムシベロセット。やばない、これ。1000円で食べられへんの。赤貝とトコブシと、ま、紛れもなくこれも、大トロやろ、大トロ。生つばごっくん、生つばごっくん。私さっき、センベロセット、ね、これ、大トロと、トコブシと混ざってる。赤貝って違う、辛みどです。カエルガガってさ、なんかこれセンベロセットだと思ったら全然違った。やばいやろ、まだエスヘビやってきた。これやばない。日替わりで変わるんだけども、いつもこんだけいいものを出してるセンベロセット、あるかよ、世の中に。これララ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 ーン、なんなんない、これ。こんなん伊勢エビ、伊勢から直送伊勢エビ、伊勢から食べられへんちゅうの。もうこれ見て、こんな海の幸。普通にこんなん食べたらセンベロシャワーで3000円ぐらい取られます。でもわら屋さんに来ると1000円で海の幸がたくさん食べられます。では私いただきます。マグロ、大トロからいただきます。これ絶対こんなんもうセンベロセットの中に入ってるとかありえへん。これだけで1000円。あ、ありがとうございます。当たり、大トロでした。これ大トロセンベロセットの中に入ってる、笑い屋さんでしか絶対食べれないと思う。そしてこれ私もこれ語ったら30分ぐらい語れるんじゃないかっていうぐらい美味しい紅茶チューハイ。どうして今まで笑い屋の大将知ってるのに来てなかったのって今思いました。めっちゃくちゃ美味しいです。皆さん来てください。私今からこのいろんなシリーズを食べていきたいと思います。トコブシと赤貝、トコブシくっついてる。
食べますか。おいしい。食べたことない。ないと思う。はい、ないわ。あるかな。こんなでか。みんな。8300円お願いします。うん、味付けもすっごい美味しい。これ何しましょうかね。なんかね、どこやったっけ。どこ、こんなバカだかな。ね、大トロとか、この坂の心斎橋、心斎橋で普通心斎橋でこれ食べようと思ったらこんなシリーズだと多分1000円、1000円、1000円で飲むのが500円、3500円ぐらい。それが心斎橋のわら屋さんで食べれる。多分みんなほんまに知らんのじゃん。こんなとこがあること地元の人しか。一回ほんまに来た方が絶対にいいと思う。次、赤貝。もう魚よりも何よりも貝が大好きで、実はね、牡蠣大好きなんですけど、私なんかこの度牡蠣アレルギーになって、もうえらい救急車呼ばれるんちゃうかいうぐらい、えらいことなんてもう食べられない。こんな貝は食べれない。あれもあのできるよ、だから日本がよろしい。あれ、わかる食いたい。わかるのができるよ、そんなのは。なんかここいっぱい行くまであるの。一口で食べなければ。20個の月曜日休みます。4個休みます。あと全部あります。20個と4個休み。はい。うん、何だってね。貝はもちろん新鮮。30はね、ちょっと早く食べるかもわかりません。これ、すっごい上手。やっぱり、ね、料理人よ、これ。これもうまいわ。最近もそうやから見た日本はよかった。レモンイチゴ、そして今日のセンベロ全部あれか、あれか大鳥ですが、まず絞るよ。最後まで見てた12時に準備して、箸なんか使わない。もう野生に戻ってガブリと。昨日が大きいやったから、あれは結構いっぱい。伊勢エビ。これ出しますか。これだけ食べてください。片手の木の揚げなんです。伊勢エビ。これを。次また終わらないちゃんと思うんだ。いただきます。はい、もう、面白いで。あれ、休んで、ほんまに休んだよ。あれ、普通の伊勢エビ。ダメじゃない。珍しい。でも仕込みね。うーん、うまっ。あ、いいっすよ。やっぱ23人来てもらいましょう。カレー、カレー屋さん。味噌美味しい、美味しい。これは危険すぎる。ほんま皆さんここね。え、今日は休み。すごいよ、笑い屋さん。仕込み。なんでこんな安いの？なんでこんなの？ちょっと相性のインタビューしたいと思いますので、ちょっと皆さん聞いててください。うわ、
飲み物たくさんあるんですけど、他の飲み物と思ったんですけど、この紅茶チューハイの炭酸が入っててめちゃくちゃ美味しいので、もう一杯これを飲みたいと思います。忙しそうなのでちょっと手が空いたら。ご飯の量は最初手空いてからでいいので、紅茶チューハイください。今から私の仕事です。来ました2杯目、紅茶チューハイで、この紅茶チューハイ、私これストレートで言ってますけども、実はレモンを入れてレモン紅茶チューハイもできるそうです。もうこれほんまにハマる。もうね、私もうそもそもプレーン飲むじゃないですか、紅茶も飲むんですけど、これ程よい甘さで、そんなにめちゃくちゃ甘くないんですよ。どこでも言ってますけど、甘いのは苦手なので、めちゃくちゃ甘いのちょっと苦手なので、これがすごい美味しい。今せんべろセットのデザート的な感じで最後を楽しんでます。そして私今こちらに大将いらっしゃるんですけども、ちょっとこんなこんなあんなこんなを、ほらこっち向いた、ほら大将、ほらいいタイミングでこっち向いた、はい、今日はありがとうございました。本当にいつも西成でお世話になりましてありがとうございます。もう本当にこんなねお得な感じで提供されてますけど、はい、どうですか採算のほど大丈夫ですか。大丈夫じゃないです。ですよね、大丈夫じゃないけど提供してるその心は新鮮な、もう新鮮に食べてもらいたい。はい、以上です。みんな聞きました、新鮮なものを皆さんに食べていただきたいね。ですよね。ですよ。こんなお店他にありますか。ないです。なので皆さんぜひぜひぜひ笑い屋さん篠原です。心斎橋。心斎橋の駅を降りて、降りて一番出口、一番出口ですよね。二番出口。あ、二番出口です。二番出口。降りてもらったらすぐ分かりますね、商店街ね。分かります。商店街向けてね。分かります。ます貼っておきますね、概要欄貼っておきますので、ぜひ皆さん、もう私ね、全部ね、ちょっとお知らせしたいんですけど、できなかったんですけど、これも細かくみんな書いてると思うんですけども、いっぱい山のようにあるので、ここに来て楽しんでみてください。大将、今日はありがとうございました。ありがとうございました。ごちそうさまでした。